民的美魔女コンテスト史上初の3冠を達成した箕輪久美さんの美の秘訣、お風呂上がりに〇〇。お風呂上がりには毎日ストレッチを20分から30分ぐらいしています。まずは股関節開きからなんですけれども、鼠径部のリンパをきれいに流すために必ずここから始めています。ストレッチは1箇所30秒以上しないとほぐれないと聞いたことがありますので、1箇所必ず30秒以上ほぐすようにしています。で、ストレッチで全身をほぐし終わったら、次はストレッチポールを使って、さらに肩甲骨、肩周りをほぐしていきます。ストレッチポールは揺らさなくても寝転がってるだけでもほぐれる気がするので、結構気持ちいいので毎日活用してます。これって新しい彼にバレない？理想の二重になれますか？脱毛は皮膚の除去手術をしたいと思います。軟膏以外のどんな治療法？皆さんの口コミや相談毎日チェックしています。月間100万人以上が利用している美容医療系ポータルサイト、気になる美容医療は口コミ広場にお任せ。